エルサルバドル、ビクトリア農園。生産地、エルサルバドル、ラ・リベルタ県、ケサルテペク、ハヤケ、ビクトリア農園。品種、ブルボン。生成方法、フルボッシュド。小粒ですが、粒葉揃っており、欠点豆葉少ないです。酸味の4番、ミディアムロースト設定。ちょっと深いけど、久々に綺麗に焼けました。中の4番、シティロースト設定。とってもいい感じで、美味しそう。インドネシア、スラウェシ、ママサ、プレミアム。生豆の撮影を忘れました。生産地、インドネシア、スラウェシ島、ママサ地区。品種、ティピカ、S、リニ。生成方法、スマトラ式。スマトラ式らしく、深緑色で大粒です。欠点豆葉少々。酸味の4番、ミディアムロースト設定。盛大に焦げてしまいました。中の4番、シティロースト設定。ばらつきはあるものの、いい焼き具合。カフェプロでの、ミディアムの焙煎派、よくわからないです。飲むのがとっても楽しみです。